君の目の前には無限が横たわる。吹奏楽の時 AKB の曲とかもやってた。ダラダラダラダダラ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 ダ。吹いてた。あとこれの曲はなんかその年のヒットメドレーみたいなやつのやつに入ってた。うん。この8曲ぐらい入ってる。そのメドレーの中に入ってたっぽいんでしょ。あと会いたかった普通に。ダチャダチャダラチャチャラチャチャラチャチャチャラチャチャラチャチャラチャラチャラチャ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 ラチャ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 チャチャラチャチャラチャチャラチャあとフラゲもやったな。チャラチャラチャ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 。フラゲはね全然メロディーを取ってなかった。ずっとなんかよく聞いたらフラゲをなんかトランペットとかがずっとグリスタンドチャーンってやってるやつがあるんだけど、それをやってたの。あ、1万人ありがとうございます。AKB の曲で何やったっけな。あ、三読語もやった。三読語はやったな。なんか老人ホームとか小学校訪問とかで三読語は演奏することが多かった。なんかその曲を選ぶときになんだろうな、盛り上がりを重視するときとその演奏の技術を重視するときとみんなが知ってる曲を重視するときとで、三読語はそのどの世代も知ってる曲だからそういうところで演奏することが多かった。だってちっちゃい子も知ってるし結構ご年配の方も知ってる曲だから、なんか自分らも知っててその年配の方も知ってる共通の曲ってそれだ、一番先に立候補に上がるのが三六五だった。あ、間違えて抜粋しちゃった。そうだね、朝ドラでっていうのがやっぱり強い。うん、旋律取れる楽器羨ましかった。あー、何だったんですか。トランボーン、ホルン、チューバ、コントラバス、バスクラ。あ、UFO、ユーフォニウムね。姉ちゃんも UFO だったよ。
パーカスですか。お、パーカッションいいね。ドラムやりたかったんだよね。ギフミーファイバー作詞参加したこと、あ、ど、STU のバンドで一回やりました。この曲が、チャチャチャンチャラララララン、チャチャララララン、チャラララララン、チャチャン、チャララン、チャララララン、チャチャララララン、チャララララン。っていうマーチがあって、その年の吹奏楽のコンクールの課題曲で、なんなんて南風のマーチだっけな、すっごい似てて、なんかえ、めっちゃ似てるじゃんってなった。南風のマーチかな、あれは私が中2ぐらいかな。リリ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 リ課題曲が決まってるから、年度始まる前から練習してるところ多いんだけど、だから練習だけしたって感じ。なんか吹奏楽の課題曲って本当に同年代の吹奏楽やってる子しかわかんない、ね、宝島とかもあれ課題曲だったんだよ確か。そうだっけ、そうだった、オーディナリーマーチっていうマーチをやりました私は。じゃんじゃん、オーディナリーだ、チャララチャ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 ララチャララン、チャチャンダナナチャララン、チャ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 チ。学校ごとに選ぶ感じ、そうだね、学校ごとに選びます。それは多分先生とかが選ぶのかな。まあでも学校によって生徒が選ぶとこもあると思うし、それは分かんないんですけど、うん、それは分かんないけど、学校によって違うけど、学校で1個
ジャズとか聞くけど吹けはしないです。ジャズ。マンジさんみたい。マンジ。マンジ。マンジ。いってー。ネオスタンガン。博士の作ったネオスタンガンです。ネオスタンガン。ネオスタンガンっていう、そ、握手してよろしくってやったらパチッってやられるの。雨の宮さん、懐かしい。そう、懐かしいな。もう本当に右も左も分かんなかった。私本当に本当に、あ、ガチャできる、ガチャしよう、リバイバルガチャ。はい、愛ちゃんのノーマル、チョウちゃんのノーマル、マリーのノーマル、ホノタンのシークレット、ミチュのノーマル、おいちゃんのノーマル、ホノタンのスーパーレア、アイちゃんのノーマル、あ、私のウルトラレア、ミチュのスーパーレア、あ、フォノタのシークレットと私のウルトラレアが新しいカードです。イエーイ。私全然本当に昔のカード全然持ってなさすぎて、やったね、やった。今のカードも全然持ってないんだよね、持ってないんだよね。ガチャ全然ユミリンが出ない。じゃああれだね、もう一押しガチャが出るにかけるしかない。今日コメント1回読まれた。お、じゃあ相性が合いますね。今日マーチングは出て、マーチングもしてました。でも途中まで、途中で引っ越しちゃったから途中までしかしてないけど、そう、何年間かだけやってました。引っ越す前の学校が。本当に筋トレとかしてた毎日。本当に走り込みとかあった。体力がないとできないからやってた。うん、ティリリリー、文化部で一番きつそう。まあそうだね、なんかきついとこはきついと思いますよ。さてメインデッキ、ユミリにも戻しておいてください。当たった時に焦りますよ。せめてね、一押しをさ、一押し変えなかったらいいんだよ。一押し変えてる人はなんかすごいか、もう悲しい、悲しいってか、なんだろうな。だってランキングとかさ、一押し変えなかったらとりあえずはバレないじゃん、その名前しか出ないから。だけど
その普通に上位の人とかで全然違う子の一押しとかしてる人だって、別に私のノーマルを一個ペって入れといてさ、あのそこを一押しにして他の子にしとけばとりあえずは分かんないのにね。まあ心当たりある、あなたと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 あなた、あなた意外と傷つくよ、割と。もう知らないよ、じゃあ、いやもう名前も言いたくない、もう。確かに一押しはコインが倍、そうだね。だから朝はなんか無理強いはしないけど、もう全然それはあなたの人生なので、朝とかは割と私やってること多いから、多分メンバーの中で一番朝とか攻めてやってたらいいと思う。私のカードわかんないけど、そろそろ寝ます。 おやすみなさい。おやすみ。朝当たりません、なかなか。今日もめっちゃやってた、その COD やりながらやってた七並べは。なんかそのやる前にちょっと待機の時間あるんですけど、その時とかにやってた。それが素敵、そう、かわいい。まあでも別に明日もやるっていう保証はないけど、別にやってる日が多いよっていうことですね。またにとり、そう、まあ、本当にね、ながらになっちゃう、ながら。今日イケメンだね、ありがとう、嬉しい。イケてるメンズ、あーもうジョーカー持ってるよ。もうすぐゴールデンウィークね、もうすぐゴールデンウィークだね。彼女になりたい。あなたの彼女に撫でますか、涼しい質問ですが聞かせてほしい、ダメならダメと心の準備させてください。あれかわいいよね、あの曲のユーリーさんがめちゃくちゃかわいかった。ナナさんもかわいかったけど、ユーリーさんめちゃくちゃ可愛かった。今日もエビリンが一番可愛い、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ナオユミ好きです、ありがとうございます、嬉しい嬉しい。ナオユミ、ナナさんと全然会えてないな、全然会ってない、会えてない。ミョウガ食べれますか、ミョウガ食べれますよ。
みょーん、みょうがみょーん。俺も悩みしだよ。ありがとう、嬉しい。生姜は、生姜好き。甘酒好きなんだけど、生姜入りが特に好きかな。え、すごい、みんな称号つけてないけど、なんかバグじゃないよね。みんな称号がないだけど、そんなもん、そんなことある。なんか物足りないなと思ったら、みんな称号つけてなかった。なかなかマッチングしないときによくある。そうなんだ。ちょっと挨拶してみよう。人入ってんのかな。あ、返してくれた人だ。人だった。人でした。ゆみや、しょうがないってんの。気になりますか。なあちゃんのロマンスです。あと1回か2回当たったらパラダイスになる。やった、1位、1位になれて嬉しい。黒い服好きなの。好きですね。好きです。好きな YouTuber さんいますか。あ、え、私あんまり YouTube は見ないんだけど、その YouTube 自体は全体的に、私エミリンさん、エミリンチャンネルのエミリンさん、高校生の時からめちゃくちゃ好きで、多分その時は YouTube をまだやられてなかったのかな、私が知らなかっただけなのかな。なんか Twitter でめちゃくちゃ面白い動画を上げてて、でそれで私あんまりその有名人さんとかあんまりフォローしないんだけど、もうフォローしてた私は、エミリーさん。たらで今 YouTuber やられてて結構人気さんっていうか、メンバーもみんな見てる方なんですけど、が昨日 Twitter をずっとフォローしてたんだけど、フォローしてくださって、エミリンさんが、だった、めちゃくちゃ嬉しかった。本当にしばらくこうなってた私って、嬉しい。あ、そうそう、ディズニーキャストのモノマネ、そうそう、そういうやられる方、嬉しい。多分、いや知ってたとかじゃなくて、多分公式マークついてたからフォローしてくださったのかな。うん、それは嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しかったです。今ユミーのが人気と、いや全然あれですよ、私の何倍もフォロワーさんいますよ。ツイッターもだし、 YouTube の方もめちゃくちゃフォロワーさんいるので、全然そんなことないです。全然向こう様の方が有名です。嬉しかった。でも
うん。